平和なディフォルメ星に、惑星ビースターから、ジュリアン率いるアクレムリン軍が、可変戦闘メカスクランブラーで攻めてきた。ディフォルメ星かワラス国王は、防衛軍ポンタゴンで可変戦闘メカを作り、対抗した。戦いポンタゴン、可変艦上戦闘機、ピボット。大河原国を、面白メカワールド、おもろいどとは、1985年に日東科学が製造販売した、可変メカを中心としたプラモデルシリーズなのでおます。名前の通り、大河原国を先生がメカニックデザインを担当しているのが最大の特徴なんどすえ。それは素敵なことですね。ことの経緯は、大河原先生が、自分がデザインしたオリジナルメカをプラモデルで展開しようと考えたのが始まり、実現可能なメーカーを探していたところ、広告代理店経由で、当時、タカラさんの OEM、つまりは、他社商品などを開発設計していた、日東科学さんに話が来たって話なのだよ皆の衆。その際のアートディレクションや設定は、昨今では、ウルトラ作品のメカニックデザインなどでおなじみ、新田康弘さんが担当したのでございます。でもって、新田さんがパッケージアートをかける人を探したところ、モデラーの小田正弘さん経由で、ガンダムコミックでおなじみ、時田光一先生が抜擢されたってわけなのよん。どういうこと？当時といえば、時田先生も、自宅の近所の模型店でやってた、ヒゲのプラモ怪人こと、小沢さんのサイン会が縁で、イラストや、デザイン関係の仕事を回してもらえるようになったばかりの下積み時代だったそうな。講談社さんや、安井久志さん、小田正弘さん、川口克美さんなどと仕事の付き合いがあった頃、特に、安井さんの下で、プラモ教師郎や、機動戦士ガンダム、モビルスーツバリエーションの手伝いをしていた時期だったわけなのさ。うふふ、そんな時代もあったわね。てなもんで、大河原先生のデザインをもとに、新田さんがメカなどのネーミングなどを行い、時田先生は、ボックスアートや、組み立て説明書のキャラクターをデザインしたのでありんすよ。なんやかんやでおもろいどの企画は動き出し、順調に商品を展開していったのでございます。その、通り。だが、しかーし、ダースボス、グロット、ティーバー、タペット、ピボット、グリンクの6点のオモロイドを発売した段階で、日東科学さんは、プラモデル事業から一時撤退しちまったんだよ。あいたたたー。そんでもって、その後のオモロイドの展開は、サニーさんに引き継がれるパティーン。幸いなことに、その際、時田先生は引き続き開発に加わったため、結果、サニー版のオモロイドでは、大河原先生のデザインに、時田先生のラインが加わった商品も誕生したのでござりまする。信じる信じないは、あなた次第。とは言ってもね、当時は、他のロボットもののプラモが乱立していた時代だよん。その上、ファミコンブームも到来して、ガキンチョの財布はいつもピーピー言ってたんだよ、こんちくしょう。そんな時期にだよ。いくら大河原先生のデザインだからって、こんな世も末なプラモデルを買いますかいな？まあ、だいたい、ガンプラとかの傍らに、永遠と積んであったものなんだい。それはもう、ダメじゃね？ところがギッチョン、当時のガンプラ少年のバイブル、プラモ教師郎に、オモロイドのグロット、ティーバー、グリンクが合体するという、世も末なメカが登場したのでございやす。するってと、オモロイドって何？模型屋に売れ残ってたやつじゃね？なんて感じで、ボンボン派のガキンチョに人気が出ちまったのですよ。わけわかめ。いやさ、当時、プラモ教師郎の仕事にも関わっていた、時田先生のナイスサポートだったのは言うまでもないことだと思うのねん。嘘っぱちだー。後日談としては、サニーさんの倒産後、オモロイドの金型は、韓国のアカデミー科学、さらに、中国のキテック、イギリスのエアフィックスにわたり、名前を変えて、多くの商品が生産され続けたのですよ。つまりは、海外の方の方が、名前は違えど、オモロイドを知ってる可能性が高いのでござんすよ。はい。そんなん、知るかーい。タペットは、ディフォルメ製のカワラス国王が、アレムリン軍のスクランブラーに対抗するために、戦闘攻撃機、カワラス A12 を、生体エネルギーで、人型形態である、バーティカルモードに変形できるようにした。ポンタゴン軍の主力可変戦闘攻撃機なんどすえ。何それ怖い。型式番号は、カワラス FA12B。主役メカであるピボット同様、ロボット形態から戦闘機形態へと変形が可能で、ピボットよりも後発であるため、バーティカルモードでのパワーでは、ポンタゴン最強というパワーファイター的な機体だったりしたもんよ。主力武器は、頭部にある2門のレーザーバルカン。後に、可変機動戦車タンデムが開発されたことにより、地上戦でも活躍できるようになるのだよん。そうかそうか、よかったね。キットの値段は400円。1985年に発売されたキットだよん。人型形態から戦闘機形態への変形機構が売りのキットで、成型色は一色。ポリパーツは少なく、ピンポイントで使う仕様なのだけど、関節なんてろくに動かないもんで、あんましありがたみは感じられなかったものよのう。今なら劣化が心配なんで、別のパーツに置き換えるのがよかろうかと思いやす。ですよねー。その他、組み立てに、
多数のビスを使用する点がかなり変わっている部分でして。これは、当時の接着剤やシンナーによる、ガキンチョの健康被害を憂慮した結果の方策なのだと思えねえ。特筆すべき点としては、完成すると寸形上部になるのが特徴なのよ、そうなのよ。変形する部位のパーツも太く、かつ、上部で、その分ディテールがざっくりした感じはあるものの、ガキンチョ向けのキットとしては必要最低限だよ、ほほいのほい。そうだそうだ、そうかもしんない。前述の通り、ボックスアートやインストのキャラクターは時田先生によるもの。よく見や箱の左上に書いてあったよ。こやすげえ。なので、大河原先生は元より、時田先生のファンなら必見のアイテムなのだけど、知名度が低いもんで、あんまし知られてないのよね。これを契機に入手しようと思ってもね、今では1個4000円くらいが相場なんで、全部集めるのはハードルが高いのだと言っておこう。初期の日東科学版は、特に、マニアに交換される傾向が強いので念のため。海外版なら安いかもね。次回のキットは、これだ。来年は、俺たちの出番だ。